ポール・ウォルフォウィッツ、ポール・ダンデス、ウォルフォウィッツ、ポール・ダンディス・ウルフォウィッツ、1943年12月22日体は、アメリカの政治家、第25代国防副長官、第10代世界銀行総裁などを歴任した。代表的なネオコンの論客の一人であり、冷戦時代はアメリカのカ派グループの一人としても知られ、また親イスラエル派でと呼ばれる親大派である。 イラク戦争の建築家的存在で、ブッシュ大統領の政策顧問団の一人でもあった。あとにに解消の発案者でもあるが、現在はイラクを含む中東政策に関しては、一切口を閉ざしている。ポーランドからの移民である、東欧系ユダヤ人の血を引く数学者、ウォルフォウィッツとは、狼の子という意味の東欧系ユダヤ人の生徒、リリアン・ダンデスの次男として、ニューヨークのブルクリンクに生まれ、 主に父が奉職していたコーネル大学のある伊坂で育った。父は1920年にポールの祖父母とアメリカに移民したが、ポーランドに残った親類の多くは逮捕され、ホロコーストの犠牲となった。そのため父はシオニズムに傾倒し、ソ連による反体制派やマイノリティへの弾圧に反対運動を行っていた。1957年、ポールが14歳の時に、 父がハイハーのイスラエル工科大学で教弁を取ることになり、これに付き添い、イスラエルに渡った。この際、彼の姉妹はイスラエルに永住を決意している。1961年に高校を卒業後、コーネル大学で数学と科学を学ぶ。他の多くのネオコン人士の例に漏れず、学生時代は熱心な民主党支持者で、当時のケネディ政権を支持し、公民権運動にも、 積極的に参加していた。1965年にコーネル大学を数学の学位で卒業するも政治学への転身を決意し、政治学を先生実と呼んではばからない父親を痛く失望させる。シカゴ大学でレオシトラウスの下で学び、1972年政治学の博士号 PhD を取得。一時イエール大学で教職に就く。 1970年代から約20年間、国務省や国防総省で勤務。ロナルド・レーガン政権下、国務次官補、東、アジア、太平洋担当を務めた。この際に、中華人民共和国への輸出管理を同盟国の日本と同等にまで緩和するも、後に、ビル・クリントン政権が中国を戦略的パートナーとみなすと、ソ連が解体した今は、 戦略的競争相手であって継続すべきでないとした。また、スハルト体制下のインドネシアに大使として3年間赴任。後に、インドネシアの大統領となるアブドゥルラフマン・ワヒドと、信仰を深め、イスラム教への深い信仰と、宗教的寛容世俗主義がもし得ることに強い感銘を受けたと言われる。インドネシア滞在時は、文化人類学者のクレア夫人と共に、 現地の文化に魅せられ、インドネシア語を学び、ユダヤ系アメリカ人であるにもかかわらず、世界最大のイスラム人口を抱える国で、高い評価を得る。リニン時には、スハルト体制を批判する演説も行っている。ブッシュ SR 政権下では、国防次官、政策担当、クリントン政権時には、ジョンズ・ホップキンス大学生の学長を務める。2001年1月より、 ブッシュ大統領、ジュニアの国防副長官。アメリカ新世紀プロジェクトのメンバーであり、ブッシュ政権内のネオコン陣営の要石の一人。国防長官のドナルド・ラムズフェルドと共に、中東民主化の大二名分のもと、イラク戦争への道を推し進めた。その際、イラクの戦後復興費用は、イラクの石油で賄えると、極めて楽観的な身を示したため、 その見通しの甘さに厳しい批判が浴びせられている。2001年頃、リビア出身で、英国籍の世界銀行職員シャーハー・リザーと交際し始め、妻クレア・セルギン・ウォルフォーウィッツとは別居した。翌年離婚。2005年3月に、ブッシュ大統領により、世界銀行総裁に指名され、同年6月には、世界銀行総裁に就任した。 しかし、ネオコン出身で、もともと評判が悪かった上に、世界銀行はもとより国際開発関係の勤務経験が全くなかったことから、ボルトン国連大使同様、ブッシュによる国際社会への嫌がらせ人事と揶揄された。総裁就任後は、世界銀行の汚職体質の一層を目標に掲げ、自身の政策スタッフを大量に引き連れてきたため、 従来の世界銀行職員たちとの間に深刻な感情的対立を引き起こし、後に内部告発で足を救われる原因となった。2007年4月、内部告発により、恋人関係にある同行職員のシャーハー・リザーを交遇していたことが報道され、同月13日、記者会見において謝罪した。配偶者その他の同職場での勤務禁止規定から、リザーは、 国務省に出向、管理職扱いとなるとともに、ウォルフォウィッツは、世界銀行人事担当者に、職給、給与額などを指示し、リザーの年収は、昇給幅に関する内規を超える40%以上の昇給により、約1 9万ドルとなった。同月15日、世界銀行と国際通貨基金との合同開発委員会は、この問題に対し強い懸念を表明し、 また、欧州の加盟国政府などが辞任を強く要求したため、6月30日付で総裁を辞任した。2008年1月24日、米国務省は軍備管理や不拡散問題で政策提言する同省の国際安全保障諮問委員会の委員長にウォルフォウィッツを指名すると発表した。同ポストは議会の承認を必要としないため、 ブッシュ政権内では3度目の公職に復帰することになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。